電車でこうプロフェッショナル仕様、今回は何だったっけ、北北線を HK100系で進みますと。で、駅数が多いので要所だけ押さえてあとはスキップするという感じで、観光地に飛行で降下減速が可能、加速も速いし減速も速いってことですわね。でもこれって性能がいいとは思うんだけど、でも他の電車と違ってブレーキングがのタイミングが遅らせる必要があるわけですよね。ご注意ください。下手に早くブレーキしちゃうとすぐに減速しちゃって低速度でホームを走るようになって、結局そのせいで炎着とかもありますね。駅のホームに走っちゃったら加速できないから、加速してもいいけど減点されるんでっていうのがあるので、そこら辺も気をつけなきゃいけないと。で、速いスピードから減速することを前提としているので、駅の速度制限標識は解除されるまで守ります。駅に到着する時間というのもある程度詰めてやる、他の電車よりは速いスピードで減速するのが前提なんで、それぐらいですね。制限解除、走行の目安は時速90キロです。90キロを出しましょう、私の場合はね、っていう感じなんで、速度からブレーキするのが前提なんで、それだけ時刻表この電車は通過時刻とか定着、定着時刻、ワンマンカーです。停止時刻お客様にも、結構早めです。車内は禁煙、ここで気をつけなきゃいけない、ブレーキングに気をつけよう、ちょっと早すぎたね、早すぎたね。
フル加速で、どうすかな。10メートル、10メートル、11メートル切ってないか。ここら辺、11メートル切ったらフルブレーキ。よし、はい、ちょっと危ないですね。11メートル切る前ぐらいですね。フルブレーキ、ほんで切ると思います。さあ続き、ここから通行の嵐。この距離を119キロまで上げて、これ脱線走行するとちょうどいいぐらいですね。はい、っていう進行。はい、場内6日待ち前で制限60入ってますね。どっからだろう。ここか、330m 前、6日待ち。6日待ち330m 前で60キロ制限。6日町停車。早すぎたな、クラブ。あとまあ25秒。35キロ制限ありますね。なんだけどもちょっと長いので2ノッチぐらいがちょうどいいと思います。ちょうど、ね、この HK100 は200、大体、35キロになるんでね。今回ちょっとわざと脱線走行、ここから間に合うかどうかやってみます。制限解除、第1ゲージ進行。ちょっとこれ終わった、スキップ。ここで制限85ありますね。やば、どっからだろう、どっからだろう。塩沢前、塩沢前530m 前。関係ないっすね、あんまね。オーバーしないでしょ、スピードオーバーは。この感じや。と思ったら結構、間に合いました。てか、ちょうどいいぐらい。ちょうど定着ぐらいでしたね。定数ぐらいでしたね。だからあそこ、脱線走行いいかもしれない。最初の35は。最初の35は脱線走行でちょうどいいかもしれないですね。ここもスピードオーバーしないでしょ、この85キロ。大丈夫、大丈夫。制限70あり。あ、ここ危ないかも。石内通過。 OKOKOK、 これは大丈夫。制限70は、石内通過直後ですね。石内通過するところで70キロ制限。スピードオーバーは多分しないと思うんですけどね。で、ジョイザーまで80キロ制限。本日はご利用いただきましてありがとうございました。ここからだろう、ここか、780m 前から80キロ制限。で、直後に45キロ制限ね。大丈夫でしょ、オーバーしないでしょ。35もあるけど、まあオーバーしないでしょ。越後湯沢停車。この感じだったらブレーキすればね、間に合わないことはないでしょっていう感じ。さあ来た。うわー、ちっちゃ。ちょっとどういうつもり。どういうつもり？いや、全体的にはちょっとでもゆっくり走るとすぐ延長する感じなので、ブレーキングの癖をつかんだら、あとは飛ばす飛ばす飛ばすという感じで頑張ります。もう装着もきついんだよな、減速しても食らうしな。個人的には119キロまで加速したら出せ、で息を通過したらまた加速して119まであるっていうような風にやっていけば、そんなにひどくはないんじゃないかと思いますね。点数は知りません。